文殊寺は、岐阜県大垣市西旗町にある高野山新言宗の寺院で、三号は八甲山。大垣藩ゆかりの寺院であり、大垣城の鬼門の位置に立っている。西三の三霊城二十九番札書。大垣藩の藩祖、戸田和明が、武蔵区にくじらいの領主であった時に婚意となった、滝沢左元太という武士が、その後出家して、僧となり、大見国大津に移って、 弥勒院という寺で、修剣を名乗っていた。戸田市西が大御国ゼゼに違放された際に再開し、以降住職一族と戸田市の関係が続いていくこととなる。元那三年に、戸田市鉄がゼゼ藩から天ヶ崎藩へ移されると、修剣の子で、弥勒院二世の修尊も天ヶ崎へ移り、そこにあって廃れていた藩にゃの十字となって、戸田市に仕えた。さらに、 寛永十二年戸田氏が天ヶ崎藩から大垣藩へ転覆されると周村もそれに従って移り住んだ。その後、周村の長男正森は岐阜町に門人を構えて大垣藩の主元道の総取締まりに任せられた。法歴六年には日伏せのためのあたごし者を境内に勘定している。文化九年、岐阜町周辺が火災により消失。 当時も焼け落ちるが翌年復興を遂げている。明治3年、神仏分離令により、境内のあたご社を分離して、あたご神社とし、次号を、文樹院から文殊寺に改めた。明治24年に、農美地震により大きな被害を受ける。再建の際に道路を境内地の真ん中に通す、計画が持ち上がったため現在地に移転している。ありがとうございます。